さあ今年もお別れの季節がやってきてしまいました。ヴァンフォーレ甲府のね、戦力外通告といいますか、お別れの発表第1弾5人出ましたが、まあ、その中で、吉野孝光選手、まあ、J1 今回の、ね、リーグ戦出場が7試合、まあ、カップ戦3試合、まあナビスコカップですねに終わってしまったわけなんですが、まあ、ヴァンフォーレ甲府では活躍できなかったということで終わってしまいました。もともとセレッソ大阪から来て、まあ、セレッソ大阪でも怪我がちだったということで言えば、まあ、4年前から僕らとヴァンフォーレ甲府の支援体制がそういった、ね、選手のリハビリ体制がどこまでしっかりしてたのかなというところが、まあ、むしろ、ね、僕らの方は申し訳なかったのかなという気質が、まあ、膝をケアする機会がなくて水野幸喜選手が、まあ、それで活躍できなかったと、まあ、今でも、ね、J1 仙台でそこそこ頑張ってますから、まあ、甲府戦力外っていうのはね、まあ、甲府がケアできなかったなんていうのは、ね、水野選手の思い出なんですけども、吉野選手もまあそんな感じだったんじゃないのかなと、まあ、ただね、一応、まあ、そういったノウハウはまだまだこれから吉野選手のおかげで少し蓄積したかなというところなんですが、まあ、そういったマシンも導入しつつあるというようなこともね、確か今回の最終戦では佐久間悟ゼネラルマネージャー兼副社長がですね、まあ、言ってましたので、まあ、今後吉野さん、そしてまあ古い話で言えば水野さん、水野選手、この、ね、選手たちのね、まあ、そういった活躍させてあげられなかったというか、そういった思いを胸にですね、新たに、まあ、局面ヴァンフォーレ甲府がこれからもっと本当は吉野選手が活躍できる場であるようになってくるところなんじゃないかなというふうには考えております。まあ、ですので、まあ、ヴァンフォーレ甲府で1年間頑張ってくれた、本当にお疲れ様でございました。まあ、そして、まあ、今後ねますます活躍してもらって、まあ、こんな環境のチーム、こんなって言ったらあれですけども、まあ、見返してくれるぐらいの活躍を期待しております。以上ありがとうございました。